リアン・ディートリヒと三度やるな。我々はトロスト区奪還作戦で多くの兵士を失ったが、特に貴重な二人の精鋭を失ったのだったな。本当に残念です。イエーガーを巨人から守るためとはいえ、私は未だにあいつが本当に味方なのか信じられん。確かに壁の穴は塞いだが、ピクシス司令のお考えは理解しがたい。人間の姿をしているとはいえ、あんな得体の知れぬやつを。隊長、イアンも三度も最後にはイエガを信じて戦っていました。不安定でも彼の力に賭けなければ人類は勝てなかったでしょう。とはいえ、今後も彼の力に頼り続けるのは私も心配です。司令や上の方々がお決めになったことだから従うしかない。だが、あいつの怪しげな力に頼るのはやはり危険だ。分かっている。それなら、せめてイエーガー自身がどう思っているのか聞いておきたい。私はあいつを認めたわけではないが、司令が認めた以上、話ぐらいは聞いてやってもいい。そういうわけで君、やつのところへ行ってきてくれ。私はこれから別の任務に就かなければならんのだ。ですが、イエーガーの胸の内を知るためには、隊長自身もお会いになった方がいいと思いますが。そうだ、あんた、一緒に隊長の任務を手伝ってくれないか。早く終わらせて、隊長にもイエーガーのところへ来てもらおう。本当に引き受けるのか。決まりですね。あんたの召喚には私から話しておくよ。よろしくな。おかげで任務が早く終わったよ。やるじゃないか。思ってた以上の働きだ。うん、兵士らしく規則を守って動いていたな。あんたみたいな新兵がいるんなら、少しは未来に希望もあるかもな。それにこれで時間は作れた。隊長、イエーガーと話をしに行けそうですね。そうだったら近々訪ねてもよい。イエーガー、まだ化けの皮は剥がれていないようだな。だが覚えておけ。私も聞け、イエーガトロストクでの成功を受けて、今後調査兵団はあんたの力を前提に作戦を行おうとしている。だがその力の不安定さは直接目にした私がよく知っている。あんた自身はこの状況をどう考えているんだ。俺自身もこの力は早く制御できるようにならなければいけないと思っています。けど今は上官の命令なしに巨人化するのは許されないんです。もっと実験をして俺の力を解明できればいいんですが、力が不安定なのはよく分かっています。それでもみんなの期待に応えるため、この力を使うしかないんです。いや、使ってみせます。不安定なのを分かってて使うだと、ふざけるな。意気込みだけで解決する問題じゃないだろう。暴走した時、巨人の体を制御できないんだぞ。確かに調査兵団の働きだけでは人類の領土を拡大するのに何十年かかるかわからないだろうな。その間にウォールローゼが突破されればおしまいですね。選択の余地はないということですか。それに駐屯兵団精鋭班の方々の死を無駄にしないためにも俺がやらなくちゃいけないんです。そうか、あんたもイアンや三度の死を無駄にしたくないと私たちと同じように思っていたんだな。イエーガー、貴様の考えは分かった。おい、
イエーガーの話を直接聞けて少しはあいつを信じる気になれたよ。あんたのおかげだ。何か礼をしないとな。それなら調査兵団の先輩に習った方がいい。調査兵には調査兵のやり方があるはずだ。とにかく貴様には世話になった。働きは認めてやってもいい。